はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、開発許可の流れについて解説させていただきます。つまり開発許可をもらうためにどのような手続きが必要なのか、また許可をもらってからの話までちょっと解説していこうかなと思います。で、まず初めになんですけども、開発許可をもらうためには申請というものをしなければいけないんですね。申請、許可を出してくださいって申請をしなければなりません。まあ、知事とか大都市であれば市長ですね、に対して申請をしなければならないんですけども、その申請を行う前にやっておくべきことがあるんですね。これを事前手続きと言うんですけども、大きく分けて3つあります。3つ、何をしなければいけないのかっていうと、開発行為を、まあ、これから行っていく大規模な工事を行っていくもの、まあ、大きな不動産会社とか、まあ、そういったイメージですね。その申請者、これから申請しようとしているものは、まず開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議をして、さらに同意も得なければなりません。これどういうことを言ってるのかっていうと、例えばこれから開発行為を行っていく区域の中に公園がありましたと。で、その公園を一旦取り壊して新しくちょっと大きな公園作りましょうって言った場合、現在その公共施設、公園の管理者がいるんですよね。まあ、通常市町村です。なんでその市町村と話し合ってください。つまりこの公園取り壊しますよ、いいですかってちゃんと同意までもらうということが、この一番の内容になってくるということですね。で、2番目、開発行為により設置される公共施設の管理予定者、これ誰なのかっていうと、先ほどの事例で言うと同じ公園を管理する人なんですよ。通常ですね、開発行為を行う区域っていうのは同じ市町村内にあるわけですよね。だからここの、今ある公園を壊しました、で新しく公園作りますって言った場合、管理する人って一緒なんですよ。まあ、元々管理をしていた人、これから管理をしていく人、一応分けて考えておきましょう。このこれから管理する予定者とは協議だけでいいですよ。つまり同意まではいりませんよっていうところですね。これ一つ目ちょっとポイントになってきますんで、ここちゃんと切り分けて頭に入れておきましょう。現在の公共施設を管理している人とは協議をして同意まで必要です。一方でこれから作る公共施設の管理者とは同意まではいりません、協議だけしてくださいという内容ですね。この違いをまず頭に入れておきましょう。で、続いて土地等の権利者、つまり地権者と呼ばれるものですね。土地の所有者だったり借地権者だったり、開発行為を行う場合すごく大きな土地なんですよね。なので、土地の所有者だったり借地権者がもう複数たくさんいる場合もあります。まあ、そういった場合っていうのは、その所有者だったり借地権者の同意が必要になってきます。ただ全員の同意まではいりませんよと、相当数の同意でいいですよっていう話なんです。で、この相当数って具体的にどのような数字なのかまでは、法律上載ってないので、まあ、そこまでは考えなくてもいいです。まあ、ある程度の数って考えてください。ある程度の数っていうイメージで全然問題ないです。とりあえずは相当数っていう言葉を覚えておいてください。これ試験に出てきますんで、相当数ですね。全ての、権利者の同意まではいりませんよっていうことです。で、この3つ手続きちゃんとやりましたと。で、その上で許可の申請を出します。知事だったりとか市長に対して申請を出します。で、その申請については書面で行います。口頭で申請しますっていうだけではダメだということですね。書面で行います。で、その書面を見て、申請を受け取った、知事だったりとか市長っていうのは、ある基準があるんですね。つまりこういった基準を満たせば開発許可をしますよ、一方で基準を満たさない場合には許可しませんよ、いわゆる不許可っていうことですね。どちらかの処分をします。許可処分をするのか不許可処分をするのかですね。その基準となってくるのが開発許可の基準なんですね。例えば下水がきちんと排出されるのか、あと道路とかも、基準を満たした道路になっているのか、まあ、狭すぎたらダメですよね。
一定の幅を持たせた道路にしなければいけません。まあ、そういったところを審査するための基準があるんですね。で、その基準を満たしていたら許可処分が出されるということになります。で、許可されるとどうなるかっていうと、この知事等っていうのは開発登録後に内容、申請された内容、まあ、許可した内容って言ってもいいんですけども、まあ、これ登録するんですね。誰が開発行為を行っているのか、またどんな開発行為を行うのかっていうものをこの開発登録簿の中に登録していきます。で、そうするとこれっていうのはこれ誰でも見れるんですね。つまりある場所で開発行為が行われるといった場合、これどんな行為なんだろうっていうのを役所行ってみたら開発登録簿がありますので、そこから内容を、まあ、細かい内容ですね、これを見ることができると、まあ、いうことです。で、開発許可もらっているわけだから、申請したものは開発行為を行うことができます。つまり許可をもらった後に工事を行っていくという話ですね。で、工事を行いました。で、工事が終わったら工事完了の届け出をします。まあ、これも知事等に対して届け出をするんですね。工事終わりましたよ、検査してください、ちゃんと開発許可を行った内容の通り工事が行っているのかっていうものを知事等が検査をするんですね。で、検査をして、あ、ちゃんとできてますねということであれば検査済証っていうものを交付します。で、さらには広告をします。開発工事が行われました、で、ちゃんと終わりました、で、内容こんな内容ですみたいな感じで広告される。まあ、広告っていうのは、みんなにお知らせをするってことですね。例えばホームページに載せたりとか、まあ、そういったイメージです。まあ、これが一連の流れなんですね。で、今は許可処分の話をしたんですけども、不許可の場合もあるんですよ。つまりこれは基準を満たしていないといった場合は不許可処分になっちゃうんですね。で、不許可の場合っていうのは理由というものが通知されます。申請したものに対して、これ申請したものですね、に対して理由が通知されます。例えば道路の幅が狭すぎますよとか、これ下水ちゃんと流れないですよね、だからダメですよみたいな感じで理由が通知されます。で、この理由の通知についても書面でされます。まあ、だからまあ郵送されてくるっていったイメージですね。で、まあ、それを見てですね、いやいやこれおかしいんじゃないのかと、ちゃんと見てくれと、もし不服があると、不許可処分に対して不服がある、納得いかない、まあ、そういった場合はどういった方法があるかというと、2つ方法があって、開発審査会に審査請求をするってことですね。開発審査会っていうのは、役所の中にある一つの部署って考えていただくと分かりやすいと思います。役所の中にある、まあ、専門的な部署ですね、まあ、そういった組織があるので、そこに対して審査請求をすることができるんですね。で、もう一つの方法、二つ目の方法としては、もう裁判所に対してもう不許可処分これ取り消してくれっていうふうに訴えを提起することができるんですね。つまり裁判を起こすことができます。まあ、どちらでもいいです。こっちについては行政機関に対して行っているんですね。役所って行政機関なんですね。役所に対して、つまり開発審査会に対して行うのか、不服を申し立てるのか、裁判所に対してもう直接取り消しを求めるのか、まあ、この2つの方法がありますよ。どちらを行っていただいても大丈夫です。先にこの開発審査会に審査請求をしなければならないというわけではないので、この点注意してください。開発審査会の審査請求、これが終わった後じゃないと裁判所に、訴えできないっていうわけではありませんので、もういきなり裁判所に対してこの不許可処分の取り消し訴訟、これを提起することも可能なんで、まあ、その点は注意しておきましょう。で、今回お話したこの開発許可の流れですね、まあ、この赤文字だったり青文字だったり、まあ、この辺がポイントになってきますので、言葉ですね、ちゃんと頭に入れておきましょう。例えばですね、開発登録簿とか検査済証とか、まあ、そういった言葉はもう覚えておかないといけないので、この辺は覚えておく。あと手続きの内容として、今現在の公共施設の管理者については協議だけじゃなくて同意までいりますよ。で、これから設置される管理する予定者については協議だけでいいですよ。あと土地の権利者、所有者だったりとか借地権者については、まあ、相当数の同意でいいですよ。全員の同意まではいりませんよ。あと許可申請だったりとか、まあ、不許可の時の理由ですよね。こういったものは書面で行いますよ、まあ、そういった部分ですねをしっかり頭に入れていただければ大丈夫です。
まあ、これも1回動画見ただけでは頭に入らないと思いますんで、まあ、何回か動画を見て復習していただいて頭に入れていただければと思います。そして弊社レトスは個別指導を行っております。具体例を入れながら、また理解が必要なものについては理解すべき内容まで解説をしております。まあ、無料の内容では全てについて理由を解説するとか具体例を入れるとかっていうのはあまりないんですけども、個別指導であればそういった具体例だったり理由付けだったり、そういった部分もしっかり解説しておりますので、もし勉強していてなかなか理解できないな、これどういうことを言ってるんだろうっていうところがあるのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。